皆さんこんにちは。デスマーチから始まる異世界競争曲、この度ゼナ役を担当させていただくことになりました高橋理恵です。よろしくお願いいたします。はい、なんとこの度ゼナを演じさせていただくことになりまして、ゼナちゃんという女の子がですね、異世界の方で貴族というとってもこう格式の高い、そして育ちの良い女の子でございまして、そんな中で魔法をすごい練習してるんですよ。ちゃんと練習して強くなっていて、でこんな魔法が使える、あんなこともできるって、いろいろゼナちゃんはとってもすごいのに、主人公のサトゥさんがどんどん強くなっていっちゃうから、そんな努力家で頑張り屋さんのところを私出していけたらいいなと思って、そっち の異世界の方でちゃんとこう積み上げてきた強さっていうのをなんか主に出していけたらなと思いまして、これからのアフレコ頑張っていこうかなと思っている次第でございます。そしてですね、私なんとこの作品への思い出といたしまして、実はだいぶ前にこの作品の PV を撮らせていただいたんですけれども、その時はこうナレーターとしてお呼びいただいて、この作品の良さだったりとか、その冒険したりとか、美味しいもの食べたり、こんな作品あるんだって思いながら、私もナレーターとして参加させていただいていく中で、あ、いいなこの作品、あ、アニメ化決定してるんだって思って一番最後の方にゼナさんが映ってるカットがあって、なんかあなたも異世界観光しませんかって一言を言うんですけど、これゼナさんっぽく読んでみようって思って読んでみて、そしたらオーディションが回ってきて、オーディションに受かったって聞いたから、本当に嬉しくて、本当に頑張ろうなって思う次第でございました。まさかあんなにPV の方で私がゼナさんをイメージしながら読んだら本当にゼナさんで決まるだなんて、とっても嬉しく思っております。そんなちょっと他のキャストさんよりちょっと一足早く実はこの作品に関わらせていただいていたなんて、そんなお話もありつつ、これから頑張っていきたいと思いますので、皆様こちらのデスマッチよろしくお願いいたします。ということで